紅茶のアールグレイとドライイチジクを使ったパン、チャバッタにイチジクジャムと紅茶が入った和菓子尾張旭市の特産品のイチジクと市内に十三店ある日本紅茶協会が認定したおいしい紅茶が飲める店を PR しようと開発された新メニューが今日公開されましたコロナ禍で疲弊した飲食店を支援するため市が三年前に始めた取り組みの一環で 明日から開発した14店舗で味わえるということです。